TBS チャンネル。TBS チャンネル。TBS チャンネルは、株式会社、TBS テレビが運営する CS 放送向けの、専門チャンネル。なお、スカパー。E2 の簡易データ放送での表示では2008年2月、頃まで、TBS チャンネルという旧ロゴの表記となっていた、2008年9月30日で一時、終了。後に、しばらくの休止を挟んで、 簡易データ放送を再開するも2010年に終了。これは TBS ニュースバードも同様であった。TBS 系列で過去に放送された人気のドラマ作品を厳選して放送。ドラマ番組は編成の大多数を占めている。TBS が制作した作品のほか、大英テレビ TBS スパークル、旧キ,キネプロダクション、ドリマックステレビジョンテレパックカノックスなど TBS と、 関係の深い有力制作会社の主観、共同制作の品も多く放送。特に、スクールウォーズや赤いシリーズなどの大英テレビが制作した作品や、水戸黄門や、江戸を切るといった時代劇シリーズも独占放送中である。大英テレビが制作したドラマには、大英テレビ劇場のタイトルレーベルが付く。また、命の現場からや、キッズウォーなど、 系列局の MBS や CBC および携帯掲示、銭型シリーズなど BS デジタル放送局 BSTBS が制作した作品も放送されている。中には TBS がラジオ東京 KRT と称していた時代に制作された2インチ VTR にて保存されているモノクロ作品もある。例としては1958年の 私は会になりたいや、マンモスタワー、森正幸主演などが挙げられる、特に前者は、終戦の日前後の時期に2008年版の映画と、合わせて放映。チャンネル1では、平日15時から16時40分、チャンネル2では、平日13時から15時と23時から25時に、単発ドラマ、ザ・サスペンス、ドラマチック22、月曜ドラマスペシャル、月曜ミステリー劇場、 月曜、ゴールデンで過去に放送された作品を集中的に特集する時間に充てられている。2006年以降は韓国や台湾で制作された作品を購入し、積極的に放送している。週1回、もしくは平日に毎日放送する帯編成のほか、連休などを利用して、特定の番組を第1回から最終回まで一気に集中放送をする、1日で、 全話見せます。スペシャル、あるいは、一挙放送祭りという企画もたびたび行われている。また、CS 放送のチャンネルで、大い長時間にわたる集中的な再放送は、追いつけ、一挙再放送と題している。なお、TBS では、地上デジタル放送開始前の2000年頃から、ハイビジョンカメラで撮影された作品がある。このため、僕が地球を救うや、 三年 B 組、金八先生、第六シリーズなど作品によってこのチャンネルで初めてハイビジョンで放送されるものもある。一部の作品では著作権の問題から IP 放送、光 TV において放送が許可されておらず、その作品が予告編や番組紹介記事などで取り上げられるときには、イート部ではご覧いただけませんと、異断りが書かれる場合がある。公式サイトにも、 通常の番組表とは別に IP 放送向けの番組表が掲載されている。e t o では放送が許可されていない作品を放送している。当該時間帯は別のドラマ作品差し替えられる。e t o で放送できない場合でも作品によってすべての回が放送できない場合と一部の回が放送できない場合がある。番組ホームページが設けられていた作品の再放送。 バラエティも含むに関しては、それが閉鎖されているものもあるため、ホームページの情報は放送当時のものですという、断りを入れる子がある。またその作品が、TBS オンデマンドでも配信提供されている、場合はその旨を説明した字幕を出した後、TBS オンデマンドのコマーシャル、15秒が入る。また、地上波本放送当時のオリジナリティを再現するためか、ドラマ本編終了後に、 地上波での本放送当時の視聴者プレゼント、ドラマ主題歌のレコード CD やドラマの DVD などの告知がその、まあ、流れる場合があり、プレゼントの宛先が表示された際、現在は募集しておりませんの、お断りテロップが表示される。放送されるドラマ作品は一部作品において、セリフに差別用語や放送禁止用語がある場合は、その箇所が無音になることがあるが、 作品によってそのまま放送されることもある。その際、放送作品の本題前に番組中一部に不適切な表現がありますが、作品の時代当集及び作品のオリジナリティを考慮しそのままお送りします。ご了承ください。と書かれたテロップが表示される。ドラマ作品の再放送の際、連日には放送する場合、最終回などで時間が余った際は、 吉田類の酒場放浪記もしくは、城島賢治の J 的な釣りテレビなどで穴を埋めることが多い。TBS やその系列局が制作もしくは制作に関わったドラマ作品に限らず、テレビ東京、東京12チャンネル時代含む、朝日放送、テレビ朝日系列、ネットワークの超年点解消前後の作品含むや、関テレビ、富士テレビ系列、読売テレビ、 日本テレビ系列。主に木曜ゴールデンドラマで放送された作品などが、外部プロダクションと共同制作したドラマ作品も放送されることがある。ジャニーズ事務所所属タレントが主演もしくは、主要登場人物として出演したドラマ作品については、肖像権の関係で放送されないことが多いが、主演した映画作品は問題なく放送される。 TBS チャンネルのオリジナル番組については口実、など。映画作品は原則として TBS が制作もしくは制作、出資、制作委員会方式に関わった作品を中心に放送している。放送された映画作品は後にチャンネル猫などで放送されることもある。本数こそ少ないものの J-POP の人気アーティストのライブを 毎月積極的に制作し、独占放送している。また、浜崎あゆみの年越しカウントダウンライブを2009年まで毎年生中継するなど、スペースシャワー TV などの音楽専門チャンネルと遜色ない取り組みも見せている。2014年にはオリジナル音楽番組、ザ・ボーカリスト音楽に恋してが放送開始。過去に TBS 系列で放送された。 音楽番組を再放送することもある。また、TBS が制作に参加していないライブを独占制、中継することもある。なお、収録、放送するライブやコンサートの主催者は、TBS とは限らない。競合する他の放送局が主催している例も、少なくない。取り上げるアーティストは、Abex、This a s t u オ、i o o ス f i c e a u g プロジェクトなどに所属する人物。 ユニットが中心。K、ポップアーティストのライブも積極的に放送しており、特に SBS 人気歌謡、SBS 歌謡大祭典、SBS 制作は日本独占放送である。また、毎年6月下旬には、ミソラヒバリを特集した特別番組を放送している、TBS 化のグランプリや、ぴったしカンカン、東芝日曜劇場、ザ。 ガードマンでの出演会などを特別放送。毎年末には過去の輝く日本レコード大賞、クリスマスの約束も放送されている。ほかほかなど。TBS テレビが放送権を持つ横浜 DNA ベイスターズ全主催試合を TBS チャンネルに CBC テレビ制作の中日ドラゴンズ。 中国放送制作の広島東洋カープ対読売ジャイアンツ戦を TBS チャンネル1で関西中継阪神タイガース戦は毎日放送が所有するがオラタイガーズ AI 制作で放送で放送する TBS および系列局の MBS や CBC が制作した作品を厳選して放送 MBS 制作作品については 1975年3月のネットチェンジ以前にネットテレビ、現、テレビ朝日系列で放映されたものの一部や、関東地区では UHF アニメ、東京 MX などとして放映されたものの一部も対象としている。チャンネル1では土曜、日曜の9時台には、平成ウルトラマンシリーズ用の放送枠が設けられ、アニメ番組については他ジャンルの番組の合間を縫って、 主に深夜、早朝枠に編成。また、2013年10月期より、当初は2作品中1作品の TBS テレビの深夜アニメ枠作品の遅れネットを開始した。しかし、2014年10月の改編を機に、アニメ番組は前日の遅れネットを除いてすべて TBS チャンネル2に移行された。ただし、笑いをセールスマンなどのように TBS チャンネル1で放送されるなど、例あり。 チャンネル2では、アニオビと題して、平日25時から26時30分まで1作品を1日3話放送している。2013年5月から2014年9月までは、TBS アニメーション枠として、平日25時から27時まで2作品には連続放送。アニメ番組に限らず、過去には歌手としても活躍する声優の水木奈々や坂本真綾 およびミルキーホームズ、三森鈴子、徳屋大空、佐々木未来、喫退済みのライブや密着番組を実写制作で、そうしたこともある。また、アニメ情報番組、アニチャンネル、シリーズも制作していた。アニメ本編前に、部屋を明るくし、開業画面から距離を十分にとってご覧くださいと書かれた、注意喚起文が表記される。アニメ本編の際、 番組冒頭で最近インターネット上での不正な利用が多発しています。番組の画像や映像を権利者の許諾なくインターネットを通じて配信、配布したりすることは法律で固く禁じられておりますのでご注意ください。と、無断での動画配信禁止の注意喚起を促すロールテロップが表示される。深夜アニメ作品の うちキッズステーション制作協力作品は、キッズステーションのエリア23枠で放送。は、関西地区では UHF アニメ扱いとして放送された作品。など。以下50音順、c t b s で視聴できるチャンネル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。